嫌われちゃう可能性もあるわけですね。そのリスクを取ってアメリカのポップスターテイラー・スウィフトさんが平たく言うとノートランプ、共和党を支持しないよと、これからは民主党を支持しますよと表明して、日米ともに大騒ぎ。日米ともに基本的にマスコミはノートランプ、インスタグラムのフォロワー数が1億1000万人、まあ、途方もない数がいるんで、これはトランプのやつをやっつけてやるぞ的な盛り上がりを見せております。国内ではこうしたタレントさん、まあ、ミュージシャンも含めて役者も含めて、政治的な立場を明らかにすることについて賛否が分かれます。海外では比較的当たり前のことと同時に、いろいろと調べてみるとテイラーさんもなかなかかわいそうなのかなっていう気もしております。まずアメリカにもあの2チャンネル、今は5チャンネル、匿名掲示板があって、アメリカ版は4チャンネル。でここで今まで政治的立場を明らかにしてこなかったテイラー・スウィフトさんは、差別主義者じゃね、白人至上主義者じゃね的な批判があったそうです。これ日米ともにそうなんですが、リベラルと名乗っている人たちは自らの意見に完全同意しないもの、または同意していることを表明しないものを敵視するんですよね。つまりこんな人たち、まあ、画面を挟んでこちら側の人たちが言ってることについて、賛成ばよどころか、もっと言ってやれバーカバーカバーカっていうのに同調しないだけで、こちら側だと、はい、ネトウヤだ的な形で攻撃を仕掛けるのは日米ともに同じなんですね。これまた日米同じく、芸能の世界というのはやはりこちら側が伝統的に多い、まあ、そうしたプレッシャーに加えて、さらに、まあ、これもやや日米ともに共通する部分であるんですが、とりわけアメリカの方のエンタメ業界というのは、名前は、まあ、言っちゃっていいかな、まあ、中国と親しいんですよ。ハリウッド映画にとっては中国は一大マーケットで、今トランプさんとの米中貿易戦争の中でアメリカの方が圧倒的に有利なんですね。で、中国はもう報復するものがなくなっちゃったんで、最後はもうハリウッド映画の締め出しとかっていうことまで持ち出してきた。つまりトランプさんがやってる中国への制裁というのは、ハリウッドとかアメリカのエンタメ業界にとってはとても嫌なこと。映画オデッセイってありましたよね。火星移住計画で、まあ、それが失敗して火星に一人取り残されちゃったマット・デイモンが、どうにかこうにかワンチャンスで地球に戻ってこれる。この時に、ああ、ロケットない、困った、困った、困ったって言った時に、こうね、突然中国が現れて、うちのロケット貸しちゃうよーんって言って、それがビューンって飛んで、ビューンと行って、ビューンって助けてきた。唐突に出てくる中国。あっ、工作員というだけではなく、もう単純にチャイナマネーの話で、ハリウッドと中国は蜜月で、まあ、そういった面からも今トランプさんがやっていることに対して、たまこの野郎、俺たちの食いぶちどうしてくれんだ的なプレッシャーもあったのではないか、まあ、そういったエンタメ業界の同調圧力もあったのではないかという、あくまで噂はあります。テイラー・スウィフトさんが反対の理由として、LGBTQ の権利を守るわみたいなことをおっしゃっております。 LGBTQ、まあ、レズ、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、クエスチョニング、性的指向が定まっていない人というのも今なんか入ってるそうです。さらに覚えきれないんでメモを読みます。 LGBTQQIAAP というものまで現在あるようでございます。さて、それではテイラー・スウィフトさんのこの発言がどれだけ政治的影響力があるのか、アーカンソー州の前知事マイク・ハッカビーさんのツイートを紹介しています。テイラー・スウィフトが政治的な意見を述べるのは自由だ、しかし13歳の少女たちに投票権がない限り選挙には影響しないだろう。これは10月10日の真相深入り虎ノ門ニュースでケント・ギルバートさんも指摘しておりましたが、テイラー・スウィフトさんのファンというのはティーンネイジャーが多い、まあ、少年少女が多い、まあ、少女が多い、そうすると選挙権がないんじゃねえという指摘、またポップスターが支持を表明したからといってどれだけ票数が動くかというのはこれは未知数と言いながら、ヒラリー・クリントンさんと
トランプ大統領が争った大統領選では、レディーガガ、マドンナ、ビヨンセ、メリル・ストリープ、ケイティ・ペリー、ボン・ジョビなどなど、などなどのキラ、星のごときスターたちが、アイラブ・クリントンを表明していた。しかし、結果は、アメリカン・ファーストのドナルド・トランプ大統領となりました。これまた、日米ともに同じくですが、名前は挙げません。名前は挙げませんが、アベノパーカ、アベノパーカ、アベノパーカと言っている芸能人たちはたくさんおります。が、安倍ちゃん国選選挙5連勝。いずれにしろ、有名人、著名人が支持を表明することによって、マスコミが応援してくれる。これなぜかね、トランプ支持の有名人とかミュージシャンいるんですけれど、これ紹介されない。アメリカでも報道しない自由。報道しない自由が、これが、ね、まかり通ってるということです。有名人、タレント、ね、いわゆるセレブが政治的立場を明らかにすることについて、私は賛成です。エスカー学会では、もう年から年中やってるじゃないですか。で、これについて批判する人たちもいますが、立場を鮮明にして、特定の政党、政治家を応援するということは、その政治家や政党を支持しない人には嫌われちゃう可能性もあるわけですね。そのリスクを取って立場を鮮明にし、そして応援する。これは民主主義国家において、そのたとえセレブであってもタレントであっても、その人の持っている権利なので、どんどん行使すればいいと思います。もちろんその知名度を使って公共の電波をジャックしたりとかってなると、また全然別の話ですが、タレントとしてミュージシャンとしての人気をかけてやってるわけですから、私は止めはしない立場です。小さな話になりますが、私がメルマガを始めた頃、消去法的自民党支持者って書いたら、なんだよがっかりだよとか言われたこともあるんですよ。当時ね、自民党すなわち悪みたいな、もうこれマスコミが作り出した20年来のフォーマットがあって、それに対してどう考えても民主党おかしかったんで、まあ、消去法でいくと自民党しかないよねって言ったら、宮脇にはがっかりだよみたいなことを言われたこともあります。まあ、政治的立場を明らかにするというのは、そのリスクを抱えているということ、そのリスクを取っての行動を私は否定しません。そして政治的立場を明らかにするということは、その人の楽曲なり出演作品なりもある程度政治的立場に重ねられて見られることも覚悟の上と考えます。電気的な音楽で世に出ておきながら、脱原発活動においては iPhone でカンペを読みながら、たかが電気のためにって、ね、お前電気なかったらあかんやつやんかってね。かように政治的立場を表明するということは、その人の人柄なり思考回路なんかも出てくるんで、それを知ることは、まあ、消費者として食品における成分表示みたいな感じで良いんじゃないかなと私は考えます。それでは最後に、テイラー・スウィフトさんの代表曲、家庭教師のトライの主題歌にもなったチャララチャララララなんとかって、まあね、そんな感じの曲の Shake It Off、 これの日本語訳詞がありましたんで、少しだけ読み上げてみますね。私は遅くまで夜遊び、頭の中は空っぽ、みんなはそう言ってるわ、たくさんデートに行っても長続きしない、少なくともみんなはそう言ってるわ、バカバカしくなったんでやめますけど、それでも関係ないと、妬む人は妬むし、私は私を踊り続けるわみたいな歌です。まあ、思春期の少女らしいっちゃ少女らしい、可愛らしい歌ですね。テイラー・スウィフトさんのファンがどのような投票行動を取るか、これはいずれにしろアメリカの民意です。一方で1億1000万を超えるインスタグラムのフォロワー、政治的立場の投稿に対していいねが、まあ、10月10日朝一の現在ですが190万いいね、フォロワーさんの 1.7% です。これを多いと見るか少ないと見るかはともかく、音楽のファンと政治的支持は必ずしもイコールではないと、まあ、ある意味健全な民主主義が垣間見える今日この頃でございました。ご視聴いただきありがとうございます。またの機会もお付き合いいただければ幸いです。今回も最後にワンコのコーナーでお別れです。安倍晋三完全勝利的というものが、赤が勝ち、
ヤクザが撃ってバカが言う。あの病気だってあなたに会えたから。